ょっとデスクトップに書いてるし。発風バスなんですね。このこう、あの、北西中央公園口駅。公園口駅。なので、バス停が北西中央公園口前行きになるって、公園、あ、北西中央公園口駅行きっていう、なかなか難易度の高いあれになってましたけど、ちなみに北西中央公園自体はね、ここからね、だいぶちょっとまだ山の方を行かないといけませんからね、寄るのやめましたね。で、次は、今、5時35分。35分やから、あ、西藤原方面か、先来るか、43分やね。東藤原一回行くか。この駅はね、あの6時50分から2時半までね、営業時間ですからね。定期はね、7時からしか買えませんからね。というかね、言い換えると、あの、三木鉄道って未だに、ここに、ね、行っちゃうんですか、こういうローカル駅も全部有人駅なんで、西の寺って言い換え全部有人駅なんで、実は全部買えるんですよね。すごいですよね。大主寺ってあるんですよね、こっちに。へぇー。なにね、北西中央公園で、ここからね、2キロですかね、地味になりますからね。ちなみにここはね、一応目の前には1号館もあります。ね、そこから落ちてってぐるっと回って、そこの道から行ったらいいんで、直線で行きないのはね、あれですけど。先に、東藤原の方、西藤原駅の方が来そうなんで、ちょっと東藤原、ちらっと行きの様子見ましょうか。結構と思ってるでしょうね。地味にスロープ加工とかしてあったりとかね。あ、ちなみにもともとは、これなんて、大長でしたっけ？まだ残ってるんですね。この地名のやつ。都内は梅通りですね。よし。あ、一気に暗くなってきた。よし。よし。まあ、列車待ちましょう。そういや、稲部神社、これね、実は稲部って呼ぶんですけど、これですね、あの、稲部ですね。あの、稲部町の稲部は、インベンって書いてね、稲部ってのがありますけど、神社はこの稲部なんでね、これじゃあね、なんかね、呼びにくいからね、よし、読みやすいように、あの、インベンにしようってなったのかわかりませんけど、どっちもどっちだよね、読みにくさはね。まだこっちの方のが、イノシシの名のべだから、まだちょっと名残が残ってる気もするけど、まあ、読めって言われたら、一発で読めるかって言ったら、絶対読めんあれですよね。よし。まあ、あと5分ぐらいで来るらしいんで、あ、ちなみにここはね、ギリッギリ岡地市です。あのね、今コミュニティバス、東院町のコミュニティバスが来てましたけど、多分ここだけ四日市市なんじゃないかな。で、目の前、もうちょっと暗くてね、わかりにくいですけど、看板があってね、今車が来ました。今車は、今遠いんで、はい、四日市に入った。っていうぐらい、四日市の橋も橋です。三木鉄道はね、この辺り設備とかもね、昔ながらの感じなんで。何よりもね、やっぱしね、駅がね、有人駅っていうのがね、今も別のお客さんがね、いらっしゃって、なんか当たり前のように貢献切符にね、入居して、ダッチングマシンでね、日付を入力するっていうね、かなり、実はレアですからね、どっかで言ってましたけど、貢献切符残ってるところはあって、入居してくれるところもあったよな、どこだったっけ？あ、日野駅だ。近江鉄道なんかはね、残ってましたけど、
でもね、ダッティングマシンはね、もうね、使ってなかったはずだから。だって、なんだったっけ、コトデンじゃなくて、銚子電気鉄道、銚子電気鉄道ですら、硬券は使ってるけど、ダッティングマシンはさすがに使ってないっていう話でしたもんね。あとどこだったっけ、あそこも使ってないかったよな。大井川鉄道。硬券は硬券ですけどね。っていうことなんでね。実はすごいですよね。実はね、実は結構いろいろとレアなんですよね。三岐鉄道さ、北西線の方がね、あまりにも全国にもう三路線しかないね、ナローゲージなんで、あれが有名すぎるんですけど、実はこっちもね、あるんですよね。一気に暗くなってきた。さあ、もう列車来るでしょう。実は北西線はね、旧近鉄の企画になってるんで、標識とか近鉄のまんまなんであれなんですけど、こっちはね、比較的西武色が強いあれなんで、実はね、サイクルとしてね、やってきましたよと。さあ、乗ってきますよと。よいしょ。